はい、オクトパストラベラー実況プレイパート57やっていきましょう。今回はノースリーチのメインストーリーテリオン編第4章にね、これまで主人公として活躍してくれていたテリオンの、ストーリーの最終章でございます。ノースリーチにたどり着いたテリオン、緑流石と黄流石を求めやってきたが、そこはダリウス一味に支配された無法地帯だった。見ていきましょう。前回までのあらすじ。二つ目の流石、緑流石を求め、ウェルスプリングの闇市に潜入したテリオンだったが、そこで再会したかつての兄弟分の盗賊ダリウスに、緑流石は奪われてしまった。しかしまあ情けない目をするようになったな。誰も信じたくない、どんな目だ。ダリウスの言うことは当たっている。もう、誰も信じない。そう決めていた。しかしコーデリアとの別れ際、私はあなたのことも信じています。そう言われた言葉がなぜか耳から離れない。かくしてノースリーチにたどり着いたが。そこトラブルか。ここがノースリーチか。なんだなんだあれは。やめろ、これは私の荷物だ。そんなもの分かってんだよ、よこせってんだ。こら、あのせよ、こら。ちょ、泥棒、誰か捕まえてくれ。はあ、諦めな、あんた。相手が悪いよ。衛兵は、その衛兵も連中を怖がって手を出せないのさ。この町の常識だ。連中に狙われたら諦めるんだね。虫飛んでんな。そんな、まさにリアルの話です。クソだね、やりたい放題だな。ち、町の住民も皆息を潜めている。これも奴の仕業なのか。おい、いつ、あ、間違いない。相性、関わるな。目を合わせるなよ。よう、一杯もらおうか。ふん、あんたに飲ませる酒はない。今日は店じまいだ。とうとうと出て行ってくれ。わかった。こいつは俺の人相書きか。この者に関わった者は理由を問わず、ダリウス様に逆らう意志ありとみなす。命はないものと思うべし。だがこの町を支配しているというのは本当のようだな。なるほどね。この町ではお楽しみでねものってわけか。口が回ってない。テリオンさん。テリオンさんって酒場が好きだよね。別に好きなわけじゃない。人が集まるところには噂が集まる。それに酒ってのは固い口を緩ませる力があるんだ。そういうもの。酒場は大人が交流する場だ。ガキにはわからん。子供扱いはやめてよね。私はね、5歳になる頃にはもう商売してたのよ。お、三軒の酒場に毎日お酒を配達してたんだから。酔っ払い泣いても手慣れたものよ。お、大したものだ。でもお酒の匂いが苦手でクラクラしちゃうのよね。やっぱガキだな。ふっ。匂いだけで酔っ払っちまうか。待って、
おい見つけたぜ。おわざわざ乗り込んでくるとは大した度胸だ。なんだなんだお前らは。いや、名乗らなくとも見当はつく。どうせダリウスの手下だろ。分かっているなら話が早いや。おい野郎ども。そう頼みにするとは、ダリウスのやつも落ちたものだな。なんだと？ヘラズ口もそこまった。助けを期待しても無駄だぜ。この町だとどんな騒ぎが起こそうが、衛兵が駆けつけることはねえ。そうとも、この町の連中はダリウス盗賊団に恐れをなしているのさ。なるほど。お前らはその意を借りてるってわけか。うるせえ野郎ども。殺せ。覚悟はいいか。では参りましょうか。どうする。とはいえまず弱点とかがわからない。火炎よ焼き尽くせ。もう火じゃない。さすがに攻撃力が高い。あ、防御力高いかな。横一文字切り。まず剣が刺さった。聖火の光、輝きたまえ。そうだ。横一文字切り。雷。雷鳴よ。前のやつ違うのか。私の番。違うのか。行くか。聖火の光輝きたまえ。戦いはやはり苦手です。なるほどね。しくしょう。ふ、捨てろ。命まで取るつもりはない。はっはっは。いい気になるのも今のうちだぜ。この道、てめえはこの町で死ぬんだ。まだ来るか。助けを呼んだか。これで形勢逆転だ。殴り殺しにしてもまだ飽きたらねえ。いいか。もう逃げ場はねえぞ。観念するんだな。くそ、全員を相手にするのはさすがに無理か。まずいな。おやおや、何を弱気なことらしくありませんね。おう、お前はイースコート。さあこちらです。てめえは後回しです。早くこちらに。わかった。逃がすな。おい、まさかヒースコートが助けに来たか。ここまでは追ってこないはず。大丈夫か。どうした、息が上がっているぞ。当たり前です。それが老いるということです。若者には想像もつかないでしょうが、老いれば肉体も精神も衰えるのです。俺にこの腕輪をはめた時には全く年を感じさせなかったかな。あれは身につけた技というやつです。その技も衰えつつありますが。どこで覚えた、そんな技。いや、言わなくてもいい。盗賊の技だな。なるほど。その通りです。あの屋敷の警備についてもだ。盗賊家業の経験があるなら説明はつく。盗みに入る側の心理というものを知り尽くしたものだった。やはり気がついておいででしたか。
では少しばかり老人の思い出話にお付き合いください。はいはい。私が先代様と出会ったのはお嬢様がお生まれになる前のことです。あの頃の私はちょうど今のあなたと同じでした。この世に盗めないものはない、そう自負しておりました。それがなぜレイバース家の執事をしている？あなたと同じですよ。お屋敷に忍び込んでみたものの見事に捕らえられてしまったのです。先代様は捕らえた私に取引を持ちかけてきました。衛兵に突き出さない代わりに一つ願いを聞いてほしいと。龍石を守ることになる我が子をどうか助けてやってくれとね。それを律儀に守っているということか。腕に自信があればあるほどしくじった時の屈辱は大きいものです。あなたもそうだったはずです。その通りだ。この腕輪を見るたびに思い出す。あんたにしてやられたとな。私も同じですよ。盗賊家業から足を洗うしかなかった。盗み先で情けをかけられたとあっては盗賊の直れです。そうか。ですがあの屋敷で盗賊の誇り以上に大切なことを教わりました。あんたほどの盗賊がその誇り以上のものを。ええ、人から信じてもらうこと、そして人を信じることの尊さを。それはあなたも聞いたでしょう、お嬢様の過去を。ああ、今のあいつからはとても想像できない。この世の全てが敵、そう思い込み誰も寄せつけようとしなかった。ですが日々の積み重ねがお嬢様を変えていきました。積み重ね。ええ、私を信じてもらうためにお嬢様を信じることを続けたのです。裏切られたことで負った心の傷は信じることでしか癒せないのですよ。それを知るからこそお嬢様はあなたを信じているのです。かつて自分がそうされたようにか。さて、昔話はこれぐらいにいたしましょう。ダリウスという盗賊から奪われた龍石を取り戻さねばなりません。そうだな。私はもう老いてしまった。ここからはあなたにお任せいたします。あなたを信じていますよ。うん。ああ、任せておけ。あんたたちの期待は裏切らない。行ってくる。まずダリウスのアジトを見つけ出す。きっとどこかに手がかりがあるはずだ。よし。さて、なんだ、何か言いたそうだな。テリオン、いい顔になった。答えは出たようだな。答えか。俺が答えたというのならそうなのかもな。そうか、気楽に行けばいい。人を信じるというのは気負ってするものではないぞ。そういうもんか。覚えとくぜ、オルベリクの旦那。もう一個ウィリアかな。デリオンさん、随分とご苦労を。ということはない。だが他人を羨んだことところで俺の過去や生まれが変わるわけではない。泣き言を言うよりも手を動かした方が有益だった。それだけだ。同情も説教もいらん。もちろんそんなつもりはありません。私が言いたかったのは、
ヘリオンさんは自らの境遇について世の中が誰かを恨んだりしませんでした。普通の人なら誰かを恨んでしまうもの、そうならな、そうならなかった。あなたはきっと、何かを恨んで生きるのは俺の性に合わないというだけのことだ。それでもいいじゃんね。さて、そしたらだ、あ、まだいるわ。ほう、まだ俺を探しているようだな。様子を探らせてもらおう。おい、エリオンは見つけ出せたのか。それがまだ、どう逃げも逃げ足の速いやつでして。やろうども、言い訳はいらねえ。蓋の根分けてでも探し出せ。お頭はやつに賞金までかけているんだ。必ず見つけ出せ。お前らも大金を手にするチャンスだぞ。いいか、手を抜くなよ。お、どこへ行くんだ。なるほど、部下に命令を出せるってことは、あいつは一発の幹部だろう。あいつを尾行すればアジトも分かるはずだ。よし、ついて行ってみるか。さすがに今持ってる装備強いな。特殊効果とかもないんだもんね。ん？あ、なるほど。アジトはこの寂れた教会か。一見何の変哲もないが、普通に正面から入ってくる。なるほど、地下への階段が隠されていたか。おそらくアジトはこの下だな。だがこのままだと潜入も難しいだろう。奴らの仲間に見た目もなりすまさなければ。よし、ちょっと一人閉めるか。盗賊の服を盗む。3つ目、どこに行きやがった。早く見つけないとまた出されちまう。タッパネオとかまあいい。おい、こっちだ。お、てめえは。どこ行きやがった。パキッと。導き、あ、おめえじゃねえよ、おめえじゃねえよ。はい、いただいていくぜ。寒そう。この服はいただいていく。しばらく眠っていろ。もう一人だよな。
おい。何？てめえは。あ、幹部。見失ったか。幹部服、うん、この服は叩いていく。しばらく眠っていろ。幹部の方が都合いいだろう。どう考えても。よし、行くか。さて、行くか。この服があれば。お、見張りか。やはり見張りがいたか。ちょっと待ってね。でかかりすぎ。待て。何者だ。ほう、見たところまだ若い。こいつはどうやら新入りだな。俺なら。てめえら。なんだと。俺の顔忘れたのか。ほうほう、新入りか。幹部の顔見忘れられたらたるんでるな。申し訳ありません。ほうほう、まあいい。今日のところは許してやる。演技うめえな、デリゴン。だが次はねえからな。絶対バレるだろ。幹部を名乗って侵入しようとする。どんな不届き者が来るかもしれん。怪しい奴は通すんじゃねえぞ。わかりやした。一番怪しいのが通ります。まあこんなものか。バレるのも時間の問題だろう。急がなければ。だからね、後から来たやつが、いずれね。おい。ここを通せ。俺は幹部だ。お頭に緊急の報告がある。あ？怪しい奴め。幹部を名乗ったってそうはいかねえぞ。おい。てめえ何を言ってやがる。俺は幹部の服を盗まれてたな。うん。こんな間抜けな幹部がいるか。てめえ、幹部ならそのくらい一人で乗せてくださいよ。さあ、じゃあ行くか。ここなんか怪しくない？秋の巣だった。良い戦いにしよう。行くぞ。とりあえず火。あ、火じゃない。行くぞ。横一文字切り。さあ、どうする？頑張ります。違う。痛えな。行くぞ。雷鳴よ。はい、スマホ。驚き響け。やっかいことはごめんね。
なんかアンデッドっぽいのも出てくるのか。頑張ります。聖火の光、輝きたまえ。風刺さらない。火炎よ、焼き尽くせ。火も刺さらない。さて、横一文字切れ。あれ、外したら。俺、さあ、どうする。お金で止めはつけない。寝てんのか。どうぞ攻めるか。氷乱よ巻き起これ。あ、ほん。さあ、でも見ていけ。あ、すが。最終章ともなると敵も強いですね。適正レベルは全然上回ってるはずなんですけどね。攻撃の組み合わせの問題でしょうかね。大撃。決まった。沈黙か。炎が有効。ここからが本番だ。うん、まだね。それでは。輝きたまえ。いつよ。負けません。聖火の光、輝きたまえ。沈黙が関係か。あ、でも違うやつなのか。いくぞ。負けません。ここからが本番だ。ナイス。また一つ強くなる。感謝する。上は上で何かありそうだな。あ、じゃあ上から来たのか。はい、はい、さあ、始めようか。行くぞ。いっ、あ、ひら、ナイスー。かく、横一文字。負け。やばっ。オッケー。聖火の加護に感謝します。油断できないね。行きます。
炎。あ、いいね。雷鳴よ、驚く響け。覚悟はいいか。横一文字。横一文字。頑張って。成功の光。輝きたまえ。一歩。横一文字。来撃。終わりだ。魔力の剣、もう魔力の剣2本目用意。ん？別なフロアがある。あ、なるほどね。